皆さんこんにち こんにちは。ラントリップ代表の大森です、はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます、はい、今回はですね、はい、オン東京、原宿にあるね、はい、オンの直営店の方にお邪魔してお送りしております、はい、ご紹介するシューズはもちろんこちらです。オンのクラウドブームエコー3、ね、オン史上最速のレーシングシューズと、はい、うん、アウトランユアエコーというところが表現されていまして、うん、追い越すのは自分自身という意味なんですが、うん、まさにおそらく前作のエコー自体を追い越すエコー3かなというところですが、まずお名前スーはどこ行ったのみたいなところがあると思うんですけど、ね、前作がクラウドブームエコー、うん、そして今作がエコー3、うん、なぜ3なんだと、はい、ブームエコーエコー3ということで3番目ということで、まあ、エコー3なのでテクノロジーがもうまさにこうあの標準搭載という形で はい、まあ、カーボンプレート、フルレングスのカーボンプレート。前作は多少こう屈曲があったと。そうなんですよ。こう曲がったり、ね、するようになったんですけど、こちらはもう完全にあの曲がらないで、曲がらない、はい、レバーの役割をどん。なるほど、うん、こちらは少しこうあの柔らかくしならせていく感じで、うん、もうちょっとこう、うん、あのいろんな人に使える感じです、うん、今度はもう完全にスーパーシューズですね。スーパーシューズ、はい、そしてこのヘリオンの、ね、はい、あのハイパーフォーム、はい、ヘリオンハイパーフォームですね、うん、ですよね、はい、こちらが、まあ、いわゆるそのペバを使ってまして、ペバ入り、はい、もうあの最強の分子ですね。あの反発弾性、はい、そしてねじれとか、はいはい、あのプレスにも強い素材なので軽いし、はい、なので原理としては、はい、こう素材がフォームが潰れて戻るときに、うんうんうん、あのプレートがしっかりこうレバーを役割を果たしてくれるので推進方向に行くという感じですね、はいはい、もうね前作とこうフォーム材を触ってみて全然違 う、うん、明確にペーパーだねみたいな話をしてました、ね、うん、そうですね、このスポンジの感じの、はい、うん、はい、そうなんですよね、うん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 、でもう一つ挙げたいのは本当アッパーのフィット感とデザインがいいです。そうですね、プレートが出てる位置とか、はい、うん、あのこっちの内側も出てるんですけど、はい、まあ、前面入ってるにもかかわらずここだけこうクラウドテックを使っていくというところとか、うん、クラウドテックといえばねオンの、まあ、絶対に外せない、はい、なオンならではのテクノロジー。確かにそっか、ここ空いてるのはクラウドテックが搭載されてるわけです、ね、そうなんです。デザイン性もすごくありますよ。前作よりもフィット感かなり良くなって、前作も決して悪くないというか、むしろ良い感覚はありましたけど、はい、あの非常にこうマイクロファイバーの軽いアッパーになってるんですけど、はいはいはい、あのラストがいいですね。こうかかとからこうクーッと前に行く感じで、はいはいはい、大森さん の、 こうあのキーパー入ってるやつは結構こう丸くなりますけど、僕のほら、うん、入ってないとこうシワによるぐらい、うん、前足部が結構余裕があって、はい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 、あの中足部と後足部が非常にこうフィット感がある。かかとだいぶキュッと締まりますよね。締まりますね。なのであの非常にフィット感がいいので、はい、まあ、あの本当忖度抜きに、うん、あのオンのゲームチェンジャーになる、まあ、レーシングスーパーシューズですね、はいはい、うん、履き心地という観点で、まあ、前作エコーと違いはどうなんだと気になっている方もいると思うんですけど、はい、そのあたり藤原さんどう評価ですか。あのエコーも僕好きでね、そのテンポアップするのにすごくいいシューズで、はい、自分でこう屈曲もできるし、はい、あのまあテンポアップシューズって感じだったんですけど、はい、今回はもうスーパーシューズですね。9.5 ミリってドロップがまあ一応上がったんですけど、はい、ほとんどそれは感じないです、うんうん、前作は9ミリ、今回は9.5ミリ、はい、まあ、ほぼ10ミリドロップなんですけど、うんうん、かかとなんて使えない感じですよね。いや、おっしゃる通りで、前作はね結構エコーはかかとヒールからいけるんですけど、うん、エコー3は自然と中足部からになっちゃいます ね、 ね、この辺りを使っていく感じなんですけど、うんうん、やっぱりあのレバーの役割を果たしてますので、はい、昔のレーシングフラットが進化したみたいな履き心地です ね、 あ、そうですね、はい、確かに。で昨日ちょっとワークアウトした時に、はい、まあ、何の変哲もないテンポアップシューズで屈曲するやつの後に、うんうん、あのクラウドブームエコー履いたんですけど、はい、エコー3履いたんですけど、はい、まあ、まあ要は余裕度が全然違って、あのこう跳ね返す、こう地面を跳ね返すバウンドが起きるので、はい、うん、足の返りがもう全然自然に起きるのと、ね、大森さん言ったみたいにこう着地してすぐ戻っていく感覚なので、うんうん、姿勢がすごくいいので、まあ、楽という感じなんですよね、うん、明確にこの間410本やりましたけど、うん、あの普段の設定ペースより2秒速くてできたので、あ、うん、あのシューズ様々、うん、エコー3様々、ね、という感じはありましたね。どのあたりで設置するとか、どういうフォームで、まあ、さっきね、はい、ちょっとこう姿勢が高くみたいな話ありましたけど、うん、どういう使いこなし仕方だと良いとかっていうヒントをぜひ、はい、まあ、やっぱりそのヒールストライクを強く意識するのは難しいでしょうね。だと思います、はい、私もそう思います。で真ん中ぐらいで中足部からついていくようなイメージ、うん、そうですね、先端でつかなくても大丈夫です、はい、こう足の裏全体でついていくイメージでいくと、うんうん、どんどんガイドしてきますので、めちゃくちゃわかります。だからあれですよね、なんかこう
足を真下に落としていく感覚の方が多分乗りこなしやすいんじゃないかなっていうのは感じましたね。あとまあ特筆すべきポイントとしてインソールの中のグリップ、そうそうそう、これね、はい、グリップいいですよね。シリコンのねグリップがちゃんとついていて、オンって書いてあるよね、はい、シューレースにもなんかねグリップ性があるんですよ。あ、そうですね、ちょっとこう、うん、紐結んで自分がいいとこで決めて次のところに行った時にこう戻ったりするのは、うん、僕嫌なんですけど、うん、それもなんかフィット感につながってるのかなっていうのは。あ、まあ、それもそうですね、はい、いやそれはありますね、フィット感の要この小回りなんで、はい、一番いいところでちゃんと止めてくれるっていう、はい、まあ、今めちゃめちゃ売れてて、店頭になかなかないと思います、正直。なのでもしね、あのシューズ売り場行ってあったらレアなんで絶対買った方がいいと思いますし、足入れは間違いなくした方がいいかなと。価格も前作より2,000〜3,000円しか上がってない、2000円ぐらいか。そうですね、32,780円という形で税込みね、はい、になっております。なんか個人的には僕前作のねエコーも残してもらいたいなと思うんですけど、これはこれで好きだし好きな人も多いと思うんで、これとこう履き分けるのもいいかななんて思いますけど。そうですね、だからエコーを持ってる方はそれエコーでトレーニング用に活用していただきつつ、エコー3でレースに活用いただくとかっていう使い方は相当できるんじゃないかなと。そうそう、もうこう言っといた方がいいです、エコーとエコー3を比べちゃダメですね。あ、そうですね、うん、今比較しましたけどね、別のシューズなんで、確かに、うん、あのもうあの前回とどうなったかななんて想像はなくしていただいて、うんうん、別シューズとして捉えられた方がいい、うん、一般的なスーパーシューズの選択肢で考えていただいた方がいいですね。確かに、うん、これからまさにねレースシーズンでレース控えてる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、結構もしかしたら見かけるようになっていくんじゃないかなというふうに思うところです、うん、はい、はい、ちなみにこのクラウドブームエコー3を着用して自己ベストにチャレンジしていくという企画がいよいよ始まりますので、これから連載でね追いかけていくコーナーも動いていきますので、ぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。嬉しいです。嬉しいです。はい。はい、そしてここでですね、オンジャパンのアスリートストラテジーアドバイザー横田正人さんからも、なんとメッセージをいただけているということなので、ぜひそちらも少しご覧ください。はい。オンジャパンアスリートストラテジーアドバイザーの横田正人です。まあ、前作から比べてもう本当にクッション性も反発性もすごい上がったなっていうような印象です。で、僕がこのシューズを気に入っている点はまずは安定性です。まあ、しっかりとしたフォーム自体がしっかりクッション性も反発性もあるんですけども、沈み込みすぎないので変にこう足がこうブレたりとか、カーブでトラック走っててブレたりとかっていうことが少ないので、しっかりこうスピードも出せるんですけども、例えば怪我の防止とかも含めてこうブレが少ないっていうのはこう長く使えるシューズの特徴があるかなというふうに思っています。でもう一つはやっぱり反発もしっかりあるので、スピードは出しやすいかなというふうに思ってます。まあ、個人的にはなんですけどブレが非常に少ないので、まだ厚底を手に取ったことないよとか、そういった方々がまずこう履いてみるとすごいいいのかなというふうに思っています。今まで履かれてきたこうランニングシューズのこう延長線上にクラウドブームエコー3は置けるかなと思いますので、こう変にこう厚底用にこうフォームを変えたりとか走り方を慣らしていくっていう必要はなく、しっかりスピードもクッション性も求められるっていうシューズ、追い求められるシューズかなというふうに思っています。まあ、練習の用途としてはトラックとかやれるスピードランナーはもうスピード練習から、まあ、いわゆるテンポラン、まあ、ロングランぐらいまでちょっとスピードを出すロングランとかまでもしっかり使えるシューズかなというふうに思っています。マラソンやられる方に向けても、まあ、使用の用途としてはほぼ同じで幅広い用途で使えるシューズだなというふうに思っています。本当にしっかりとしたクッション性と反発しっかりしたスピードを出せるシューズですので、ぜひレース本番でも勝負できるシューズだというふうに思っています。今シーズン自己ベストを目指している皆さん頑張ってください。僕も今年はフルマラソンは今のところ予定ないんですけど、ハーフマラソン頑張ってこのシューズで自己ベスト、去年77分だったので75分を目指して頑張りたいなと思っていますので、一緒に頑張りましょう。ということで、今回ね、ご紹介させていただきましたのはオンのクラウドブームエコー3でございました。はいはい、藤原さんありがとうございます。はい、シューズの詳細概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで、この動画面白いと思っていただけた方は、はい、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。